はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めたいけど腹筋ができない人におすすめなゴキブリ腹筋というのを紹介します。基本的にですね、お腹を引き締めるためには腹筋が大切なんですけども、やり方によってはですね、大腰筋が硬い人は腰が丸くならないので、とても腹筋がね辛いです。というのもですね、シットアップもクランチもある程度腰をね丸めます。まあ、クランチで言えばこういう感じで腰から上を丸めるんですけども、そもそも腰が硬い人は丸まれないので、腹筋をしようとしてもこういう感じでね、体がまっすぐなので、ね、とてもね腹筋が辛くなってできません。そういった場合にですね、まあ、今回紹介するゴキブリ腹筋というのをやってみてもらえたらと思います。基本的にはですね、このゴキブリ腹筋、腹筋のチューブ、下部に効きますんで、下腹が気になる人はね、この下部に効くこのゴキブリ腹筋をやってもらえたらと思います。まあ、いろんな腹筋があると思いますが、できる腹筋、できない腹筋ありますんで、まあ、自分に合ったね、使いたい部分、上部、中部、下部、その使いたい部分に効く腹筋を、まあ、自分のレベルに合ったものを選んでもらえたらと思います。で、今回のねゴキブリ腹筋、できない人もいると思うんですけども、まあ、できるだけね皆さん一緒に真似してやってもらえたらと思います。では行きます。はい、ゴキブリ腹筋なんですけども、まずポイントは腰を床につけるっていうのがポイントです。足が下がっちゃうと腰が反れちゃうんで、足が下がって腰が浮かないように、腰がつく位置に足を上げます。で、足は膝を伸ばすのは膝裏が柔い人はいいんですけども、硬い人はちょっと曲がっちゃうんで、曲がっても結構です。で、このままですね、手を前に伸ばします。このまま足も上半身もグッグッと同時に、結構むずいんですけども、まず足だけ浮かす練習です。5回やってみます。 1,2,3,4,5。 こういう感じで、今お尻が半分ついてるんですけども、そのついてる半分もお尻を浮かせる、おへそを引っ込めながらお尻を浮かせるっていうことをしながら、上半身も同時に動きます。ちょっとコツがいりますが、一緒にやっていきましょう。これを10回で腹筋チューブ下部に効きますんで、やってみましょう。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK です。腹筋ができないよっていう人はね、今みたいにゴキブリ腹筋を練習してもらえたらと思います。そしてですね、腹筋ができない人に多いのが首が痛くなってしまうっていうパターンがあります。そういった場合は寝た状態で頭だけを浮かして首を少しね鍛えた方がいいです。基本的に下向きはやっぱりね、スマホ見たりするんで下向きは多分後ろが強いと思うんですけども、上向きっていうのはあんまりやったことないと思うんで、上向いてると首のね前側が疲れて、あ、腹筋してても首が痛いってなる人はね、ちょっとこうやって起こして少し止まっとく練習をしてもらえたらと思います。今みたいに腹筋して首が痛い人は頭を起こしてキープ、腹筋をするときに腰が丸くならない人、もう硬い人はね、こういう腹筋シットアップとかクランチはなかなかねできないんで、今みたいなゴキブリ腹筋をしてもらえたらと思います。まあ、結構今ね、今日は10回しましたけども、できる人は20回、30回するとですね、結構下腹部に効くんで、へその奥の方がね、熱くなるのを感じれると思います。そしたらですね、次の日お腹が少し引き締まった感じがあるんで、そういった感じでね、適度に腹筋をしてもらうことで、翌日お腹が引き締まります。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったらコメントとグッドボタン、よろしくお願いします。Thank you.